はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。ナイトナイト初見実況プレイ続きをやっていきましょう。さあ、神おろしの儀でたどり着いたのは、たまにガネットさんが映ってたここですね。ここまで来たんだもの、なんとなく、なんとなくもう分かってた。あなたが来るの。アドニス、ウェイ、来たー。これはな、一緒に帰ろうかな。一緒に帰ろう。それができたらどれだけ素晴らしいことか。アドニス、この世界の核で膨れ上がったこのラグナロク。どれのことを言ってんの？この丸い物体のこと？もう誰にも止めることなんてできはしない。お願いアドニス、あなたをこんな形で失うのはそれだけは嫌だから、お願い、二人で一緒に消えましょう。痛みもなく、苦しみもなく、二人で永遠になりましょう。これかな。みんなと一緒に行きたい。アドニス、できれば一緒に消えたかったけど、あくまであなたが邪魔をすると、そう言うならば。消えなさい、このラグナロクの力で。この虚無の力で。おい、なん、これも全体、全体的にラグナロク？わあ、回復してね。はっはっは。回復してないわ。どうしよっかな。とりあえず固めようか。とりあえず固めようか。固めていこう。お、なんもしてこない。怖い。逆に怖い。固める、この間に固める、固めまくる。4-5ターンぐらい固める、とことん固める。お、ビッグバーン。理不尽、壮絶理不尽。固めた意味なかった。アドニスさん、さよならアドニス。最後にせめていい夢を。どんな夢だよ。理不尽やったな、それにしても。アドニスさん、アドニスさん、起きてください。アドニスさん、誰だよ。まだ。まだ。終わりじゃないよ。すいません。一瞬ね、キープさんかなって思って、でもあの言い方だとどっちかっていうと魔王アドニスさんの方かなと思って変えました。すいません。聞こえるかい？僕の声、君を呼ぶ、あまたの声。お、可愛らしい。始まりは憎しみだった。でもだからこそ、うわ、盛り上がりやべえ。終わるときは笑顔で終わりたいよね。聞こえるかい、アドニス。君を呼ぶ世界の声が。お、ここでみんな総出演ですか。やべえな、泣きどころに。わあ、ちょっとよそ、ちょっといらんところにまでいるんだけど、その上いらなかったよ。団長どもー、負けないでください。チャッチーシロ騎士団一同、団長殿を応援しておりますぞ。チャッチーシロっていう名前が。団長殿なら勝てます。世界だって救えます。無事に王族の皆さんと帰ってきてください。あなたの帰る場所はここですよ。テントだけどな、テントだけどな。チャッチーシロよりもチャッチー、テントだけどな。お、見えますね。ああ、見えます。我らを救ってくださった。何これ、これ普通に読むとたまたまになるんだけど、さすがにないわな。まあいいや。英雄、いえ、我らの恩人が戦う姿が。お、顔変わっとる。初めてじゃね。なぜでしょう。胸が熱くなりますね。何の変哲もない裏に熱さが宿ったら何の変哲もなくなるけど、まあいいや。それー、見たのしよ、ファイトじゃー。何すんじゃ、団長殿を死ぬ気で応援するじゃー。それで死んだらあかんで。てか羊が気になるんだけど、この気を逃せば二度と方向の機会はないと思え。わしらの、いや、世界のご恩に報いるために団長との応援するんじゃー。お、
アドニス兄ちゃん、負けないで。まだ俺たち、あんたらにお礼もしてないんだよ。だから、無事に、帰ってきてください。みんな、祈ってます。あなたに、もう一度会えること。かわいい。相変わらずかわいい。相変わらずってなんだ。お、やべ、全力で応援してる。うわぁ、全力、全力だぜ、みんな。うざい。あの人が、この村を救ってくれたあの人が頑張ってくれんだぜ。くれてんだぜ、だった。前違えた。全力で応援する方が選択肢が見つからねえだろうな。アドニスさーん、愛しております。それはいらない。愛はいらない。全力の愛はいらない。非常にいらない。マジでいらない。お、あそこ一人ぼっちだね。世界の崩壊が近づくわ。この村の思い出も消える。やっぱり一人で住むには広すぎるな。アドニスくん、消えた思い出はまた作ることができる。でも世界が壊れてしまえばそれすらできなくなるんだ。聞こえるよ。この世界のすべての記憶が君を応援している。負けないで、アドニス君。未来のために。ちょっと一人ぼっちなのがかわいそうだな。誰か、お、引きこもりが出てきた。いっぱい出てきてる。やれやれ、おちおち引きこもりもできやしない。戦ってるんですか。頑張りますね。さっさ、みんな、そろそろ他力本願は卒業だ。またのんびりと暮らせる明日のために応援しようか。のんびりしてるけど、僕らのヒーロー。あれ、でもこれ結局他力本願かな。そうですね。まあいっか。うん、もういいよ。お前らはいいんじゃない。それで、お、聞こえますか、アドニスさん。私たちの声が。あなたは私たちに平和を与えてくれた。恩返しがしたいんです。もともと平和の村だったけどな。少しでもいい。傷ついたあなたの体に少しでも力を与えられるなら、私たちは何日でも何ヶ月でも何年でも祈り続けることができるでしょう。ただあなたの、この世界の明日のために。かっこいい。超かっこよかった。お、あいつは本当に戦ってるんだ。見ず知らずの誰かのために、どうしようもない俺たちのために。命を懸けて、あの男は。認めたくないけどさ、悔しいけど。頑張れよ、あんた。頑張って勝ってくれよ。俺たちも応援するから。わあ、わあ、ちょっとなんかかっこよく見えてきた。腹立ってきた。かっこよく見えてくると腹立ってくるわ、ほんまに。さあ、なんか間が長い。お、聞こえたかい。君の歩んできた道のりは、ちょっと噛んだかもしれん。無駄なんかじゃない。僕にできる最後のことは。何？君に立ち上がる力を与えることだ。一撃でも食らえば倒れる。わずかな体力。え、ヒットポイント1で立ち上がれと。どんな瀕死状態。でも大丈夫。君は違うんだ。僕とは違う。一人じゃないんだ。だから。来た。一緒に行こう。アドニス。融合的な。あ、もともと一緒だったけどね。うん。で、キーファさんは？きたー！アドニスさん復活！なんでよ。なんで、立ち上がれるのよ。なんでなのよ！ウェーイ！すべての人の、アドニスの大切な人々の声が、空間中に溢れ出す。祈り、祈りを覚えてどうしろと。うわー、うわー、祈れ、全力で祈れ。あなたに届く最後の願い。なんかちょっとニコちゃんマークが腹立つけど、祈れ、祈れ。誰だ。まあいいや。畜生、アドニス、聞こえるか。うん、そんな気はした。アドニスは今たった一人で戦っているんだよね。世界の終わりと。全部一人で背負い込みやがって。最後まで気に食わねえ野郎だ。
アドニス、お前一人じゃねえ。俺たちがついてるんだぜ。生きるも死ぬも僕らは最後まで一緒だ。わあ、一心同体で来たよ。うだうだしてねえで帰ってこいよ。今は祈ってやるから。最後だ。これで最後ならこの思い届きやがれ。おお、ドリューたちの祈りが力を与える。111、永遠と祈りってことか。分かった。イエーイ、歯を食いしばることに耐えられるアドニスはやべえな。かっけえな。ねえアドニス、もう少しだよ。当てた。ここまで長かったよね。っていうかバンズさん、わっけえな。ここまで苦しかったよね。君はずっと戦ってくれた。すべての苦しみとすべての悲しみと、いつも中心はお前じゃったな。だから最後くらいわしらに頼れよ。お前の苦しみも痛みもわしらが一緒に背負って歩くからの。だってアドニスが好きだもん。これからも一緒がいいんだ。ならばこそ届けを祈り、わしらの大切なもう一人の家族へと。うわー、家族と来た。無理だ。どうしよう。さすがにね、あの3つを揃えるっていう技術はめんどくさいのに持たないです。一緒に生きよう。アドニス、味方たちの祈りが力を与える。333、どんどん増えていくのかな。祈れ、もう全力で祈れ。よくわからん。あ、どれ、ゆかちゃんに行こう。ああ、最後まで一緒が良かったな。よし。でもこれは君にしかできないことなんだよね。悪いなアドニス、心配はしてやんねえぜ。俺たちは、私たちは共に旅をし歩んできたからな。分かってんだよ、お前は勝って帰ってくる。信じてますから、君のこと待ってますから。勝てアドニス、世界の絶望なんか世界の果てまでぶっ飛ばせー。仲間たちの祈りが力を与える。555、まだある。食いしばれ。誰だ。わかりづらいな。そっか、そうだよね、君は負けない。よし、君は一人じゃないんだもん。たくさんの思いが味方だもん。彼にはできなかったこと君がやり遂げてくれる。彼らが望んだ最高のハッピーエンドはすぐそこなんだ。ねえアドニス、最後だから言わせてね。ありがとう、生まれてきてくれて。おお、なんで少女なんだ。ルシルって呼んだれよ。777、スリースブーン、まだある。ジョーカーの日、怖い。ふん、いつまで手こずっているつもりだ。アホ、貴様の思いはその程度か。違うというなら気概を見せよ。我らの、貴様と我が輩の歩んできた道のり、ちょっと噛んだ、その全てをもってあのデクブツをぶちかましとれ。望むは一言、投げ払え。魔王の祈りが力を与える。99999、カンストしました。素晴らしい。さすがキーパーさん、もう最後にもう来てくれるとね思ってた。でもちょっとあのマウアドリスさんと一緒に来てほしかった。ああ、やったー。勝利。